東京の将棋会館では藤井聡太竜王と佐々木裕樹七段の対局が行われています今日は12戦 B 級1組の対局で藤井竜王が勝利すれば将棋界のトップ棋士とも言われる A 級への昇級を決めます今回 A 級に入れば最も歴史のあるタイトル名人を最年少で獲得する可能性が出てきます 仮に佐々木七段に負けても他の棋士の成績によっては昇級の可能性が残されています対局の相手佐々木七段は2017年に藤井竜王の連勝記録を29で止めた因縁の相手でもあります2人の戦績は非公式の対局も含め2勝2敗競合揃いで鬼の住処とも呼ばれる順位戦 B 級1組持ち時間は6時間あり 決着は夜遅くになると見られています。